はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。ガーバーのヒューズグリーン、こちらを紹介いたします。こういうやつですね。はい、こちらはまずストーンウォッシュ仕上げされたブレード、まあ、大体ガーバーというとクロームシルバーの、ね、ブレードが特徴ですけども、若干ねこんな感じでストーンウォッシュ仕上げになっていて割とかっこいいんですよ。はい、こちらはまずブレードに当然こうサムスタット、あの開閉するときに親指を引っ掛けられるやつですね、これじゃ見えない。そうですね、こうやって開けるわけです。はい、でライナーロック式となっておりますので、こちら真ん中の、ブレードを押さえている板バネを下の方向に親指で押すことによって少し解除できますので、閉じます。で慣れない場合は必ず両手で操作をしてください。背面にはこちらポケットクリップがついております。こんな感じでね、あのかっこいいですね。こうやって、あの本当はねこういうのをさ、なんつうのかな、まあ、胸ポケットとは言わないけど、あのアメリカ人なんかは決してこう国籍差別をするわけではないですけど、文化的な話でいくとマネークリップとしてこういったポケットナイフを使う風潮もあって、よくこうやってあのね、あの5ドルだ1ドルだっていうのが束でここに付けられてたりするのをポケットから出して支払いしたりしてるのを見ますけど、やっぱりそういうのはかっこいいですよね。でもそれ日本ではそれやったらご法度になってしまうので気をつけましょうね。はい、ということでこちら特に、ラインヤードホールはついていません。デザインとしてはこんな感じでかっこいいですね。なんか謎のアルミのプレートが、ついています。こちら全長はこれで約 19.5 センチで、収納時は約11センチこちらで、で、刃渡りが約 8.5 の、重量は約81グラムとなっております。軽いですね。で、ブレード材質は 7CR ステンレス、ハンドル材質は軽量テクスチャードグリップ、まあ、ちょっと加工したよっていうグリップで、まあ、特に特別な材質は使ってないでしょうけど、まあ、カーボン製のとっても全体的に軽量なハンドルとなっております。一応あれかな、ここの部分、そうですね、ここのピンのところがブレードとあまり干渉しないので、ラインヤードをつけたい方はここに紐くくって吊り下げていただけるといいかなとも思いますね。はい、ということでこちら、ガーバーのヒューズグリーンを紹介させていただきました。下の説明欄にリンクの方を貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。